した。よろしくお願いします。トップチームの昇格リリース後初の公式戦出場となりました。結果としては悔しい結果となりましたが、多くの決定機を作るシーンもありましたが、試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、今日の試合を振り返って、自分が入った時は 0-2 という形で、この形にはなったんですけど、そこで自分が決定機を数本あって、そこで決めきれる力がない、まあ、不安なさが出たなと思った試合です。ありがとうございます。今節は敗戦となりましたが、まだまだ試合は続きます。改めてチームに加入した意気込みをお聞かせくださいませ。残りもリーグ戦は少ないんですけど、自分の立場はもう結果を出すことしかできないので、結果を出して自分の存在を示していけたらなと思います。ありがとうございました。頑張ってください。今井監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。ジョイフル本田つくば FC 戦、結果としては悔しい結果となってしまいましたが、試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、相手の、まあ、トランジションのところのストロングっていうのが出てしまいます。その失点、最初は先制点取られた後、まあ、我々も決定機があった中ですぐに同点に追いつけなかったところ、まあ、その後も決定機があって、でもやっぱ 0-2 にされて、まあ、後半入るまでにね、まあ、1点返しておきたかったのが、まあ、あの正直なところなんですけど、まあ、そこはちょっとしっかり相手にも、まあ、あの守られて、まあ、ファインセーブもあったり、ただ後半入りとしては悪くなかったと思います。まあ、インパクトプレイヤーたちも途中から出場した選手も、そうですね、まあ、相手が嫌がるような、ポジションを取ってくれて、まあ、ただやっぱ、試合通してものすごく、攻撃がスムーズだったかと言われると、まあ、特に前半のところはちょっとまあ、ね、ボールに行ったボールがグラウンドに引っかかるところだったりとか、少しあったと思うので、まあ、もっともっとやっぱりトレーニングを含めて、精度を上げて いかないと、やっぱ相手のは、嫌がるようなポジションには入っていけないなとは改めて思いましたし、まあ、ただ1点返して、最後の最後まで、選手たちは本当果敢に攻めて、まあ、反決定というか決定というのはかなり後半はあったと思うんですけど、まあ、その時間帯ですよね。時間帯がもう少し早かったりとか、まあ、同点弾が入ってたりとかすれば、まあ、また一気に持っていけたかなとは思うんですけど、まあ、今 そのチームの力っていうところを冷静に分析して、もっと自分たちを強くなるように準備していきたいなと思います。ありがとうございます。敗戦となってしまいましたが、まだ昇格の道は途切れておりません。こちらに向けて改めて意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。いや、おっしゃる通りで、我々はそこの焦点ではぶれてないと思いますし、フォーカスは昇格のみですから、そこはもう全社、も含めて、まあ、リーグ戦ももちろん残り3試合全勝して、打撃本願ではありますけど、まあ、まずはチームが強くなること、昇格するためには何が大事かというと、1日1日どう過ごすか、そしてどうすればこの1ヶ月2ヶ月でもっと強いチームになれるかというところが、一番昇格に、ね、つながる、一番の近道ですし、我々には多分その力は、十分選手たちあると思ってますので、まあ、そこをもう一回引き締めて、強いチームになれるように、まあ、リードしていけたらと思います。はい、ありがとうございます。最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。いや、もう本当にものすごく力強い、声援ありがとうございました。やっぱ苦しい時っていうのは、人間っていうのは消極的になりがちだと思うんですけども、まあ、コールリーダー含めて、まあ、子どもたちも含めて、ものすごく力強い応援、これはクラブとしてものすごく、大きな力になると思っていますし、選手たちも、やっぱりこの人たちのためにやらなきゃいけない、クラブのためにやらなきゃいけないっていうのは改めて、試合終了後の温かい声援も含めて感じたと思います。僕自身もやっぱ感じましたし、ものすごい恵まれているなと思います。素晴らしいサポーターたちのためにも必ず昇格しますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今井監督でした。